マテ茶マテ茶は南米のアルゼンチン、パラグアイ、ブラジル、ウルグアイ等を原産とするイエルバマテの早や小枝を乾燥させた茶葉に水、または湯を注ぎ成分を浸出した飲料である。ビタミンやミネラルの含有量が極めて高く飲むサラダとも言われている。このためコーヒーや茶と同様の嗜好品ではあるが野菜の栽培が困難な 南米の一部の地域では単なる嗜好品の枠を超え、重要な栄養摂取源の一つとなっている。日本茶に緑茶とほうじ茶があるように、マテ茶の茶葉にもグリーンマテとローストマテがある。味わいは、グリーンの場合、多少の青臭みと強い苦味を持つ。ローストは、焙煎により青臭みが消え、香ばしい風味が付加される。ローストした茶葉は、水出し用に利用されることが多い。 1970年代、アントニオイノキがアントンマテ茶として売り出し、日本に定着させようとしたが失敗した。長い間、日本ではあまり知られていなかったものの、2012年から日本コカ・コーラにより、太陽のマテ茶が販売されたことにより、徐々に認知度が高まっている。シリアはマテ茶の世界最大の輸入国。マテ茶の茶葉は、以下のような工程を経て製造される。 イエルバマテなどの早小枝を摘み取って採集する。すぐに火入れを行って、葉に含まれている酸化酵素を不活性化させる。熱風で乾燥させ、適度な大きさに破砕する。1年間ほど熟成させた後に茶葉として出荷される。伝統的な飲み方は茶器に容量の1、2ないし3、4程度の茶葉を直接入れ、水、または70摂氏80度程度のお湯を注ぐ。 ここに先端に茶こしがついた専用のストローを差し込み、抽出液を飲む。容器は、氷炭製のものは、マテ、クイまたはポロンゴなどといい、木製や角製のものは、グアンパと呼ばれる。マテ用ストローは、ボンビーリャと呼ばれ、金属製で先端が膨らみ茶葉をこし取るための無数の小穴が開いている。なお、現地での飲み方については、クロードレビストロースが、 悲しき熱帯のパンタナルの章で詳しく解説している。近年ではティーポットで入れて抽出液のみをカップに注いで飲む場合も多い。ティーバッグも普及している。しかし、マテ茶の入れ方としては伝統的な方法が最も盛りにかなっている。ボンビーリャで飲む場合、細かい茶葉をこしきれずに抽出液と一緒に口に入ってくる。このため茶葉の一部を食べることになり、 マテ茶の栄養成分を最も効率よく取り込むことが可能となっている。湯が摂氏90度より熱い場合は、金属製のストローでは唇が熱く飲むことができない。気温が高い地域では水出しでマテ茶を飲むことが多く、パラグアイではマテ茶に薬草やハーブを混ぜて水出ししたテレレと呼ばれる飲み方が一般的である。単に、 マテ茶というと温かいものを指し、テレレと区別している人もいる。茶葉に湯を注ぎ、そのまま飲むのが伝統的な方法であるが、現地でも砂糖を入れ甘みを加える飲み方が一般的になっている。また、スパイスや薬草、ハーブ等を混ぜて、風味を変えたり、牛乳を加えたりした飲み方も広く行われている。パラグアイアルゼンチンウルグアイブラジル南部では、一組の 茶器を使い複数人が、マテ茶を回し飲みする習慣がある。ホスト役が茶器とボンビーレアを使いマテ茶を立て、一戦目は自分で飲む。二戦目からは順番に参加者に回していき、各人が満足するまで何杯でも回し続ける。客はホストから茶器を受け取り、自分で全て飲んで、ホストに返す。客から別の客に直接茶器を渡すことはせず、受け取った茶は、 自分で全て飲み切りホストに返すのが作法である。茶器をホストに返すときに、グラシアスというと、もう満足しましたという意味になるので、次からは自分に茶は回ってこない。客から茶器を戻されたホストは湯を注ぎ、場合によっては、ボンビーリアの刺している位置を調整したり茶葉を追加したりして、味を整えた上で次の客に渡す。ボンビーリアの位置を動かすと、 茶腰部分が目詰まりしたり、味の濃さが変化したりするので、客は勝手にボンビーラを動かしてはならない。アルゼンチンウルグアイブラジル南部では、伝統的な茶器は、氷炭でできている。マテとは、現地の言葉で氷炭を意味し、マテ茶の名前はこのカップに由来する。氷炭以外では、牛の角やパロサントという木で作られたものが、一般的である。茶器の表面や、 補強のために付けられる口金、座りを良くするための台座には彫刻、彫金などの衣装が施される場合が多く、工芸品的な美しさを持っている。茶器は陶器やガラス製のものも使われるが、多孔質の天然材料製でしばらく使った茶器で、ないと本来の味は出ないとされる。ボンビーラの材料は古くは、足などの植物の茎を利用したが、現在は、 金属のものがほとんどである。アルゼンチンウルグアイで使われる茶器は、氷炭の実の先端の膨らんだ部分を使い、補強された口は狭くなっているため、ボンビーリの先の茶こし部分は細長い。ブラジル南部で使われるそれは、氷炭の実の膨らんだ部分で切ってあり、その部分を口にするため、専用の課題なしでは立てることができない。また、パラグアイで使われる茶器は、 牛角性に白木製に白口が広い。そのため、パラグアイやブラジルで購入したボンビーリャは、アルゼンチン製の茶器にはほとんど使えない。イエルバマテイエルバマテは、餅の木か餅の貴族に分類される、常緑樹。この植物の葉や声だから、マテ茶が作られる。カフェインとタンニンを含む、ドイツコミッション E にて精神を呼び、肉体の疲労に対しての使用が承認されている。 一方、熱いマテ茶に限り、食道癌や高頭癌などの発癌リスクがあるとの説があり、EARC の発癌性評価ではグループ 2A に分類されている。また、摂氏65度以上の熱い飲み物自体がグループ 2A に分類されている。ただし、マテ茶そのものはグループ3に分類される。一説には、この発癌リスクは常日のボンビーリアと呼ばれるストローを使った。 飲用方法に原因があるとされ、高温のままのマテ茶をストローで吸引する行為が陰頭部に影響を与えているので、冷たいものであれば安全であるという見方が一般的である。また、カフェインが含まれているためコーヒーなどと同様に、妊娠中及び授乳期の摂取は避けた方が良いとされる。ボリビアでは、マテという言葉は単にハーブティー全般を指し、 必ずしもイエルバマテのみから作られていないため、その成分には注意が必要である。アルゼンチンには、マテ茶で意思を伝える文化がある。南米国民の、飲むサラダ、マテ茶パワーと美味しい楽しみ方。オーコンニュース、2020年11月5日閲覧。南アメリカの大切な文化、マテ茶が、絵文字の仲間入り。 h t t p s j p g l o b a l v o i c e s o r g 2 0 1 9 0 4 1 2 5 1 3 8 a 2 0 1 9年8月14日閲覧。エージェンツクラシファイドバイザー e アークモネグラフス、ボリュームスイッチ106。 e r ク、2 0 1 6年7月18日閲覧 http://www.matech.a-kyokai.jp:/news.html 日本マテ茶協会コカチャなどであれば、マけてコカと呼ばれる。ありがとうございます。